春休み東京でたくさんお買い物をしてきたマイカです。最近10秒で泣けるようになったアリサです。これは何の生物か分かりますか？ヒントは海の生物です。5、4、3、2、1、ピピー。ティアラチャンネル。正解はカニです。じゃじゃーん、むけちゃう。プニッとカニ BC。 イエーイ。なんとこれだけじゃないんです。むけちゃうんです。いきます。はい、パッカン。あれ、えおー、あ、なんかペンみたい。本当だ、なんかあれじゃない、あのプニプニ、エビじゃない、カニの中身みたいな。めっちゃおいしいよこれ、食べ物やったら。確かにおいしい。アイスみたい。確かに色違いです。すごい、なんか中身の色が違うかも。ここの確かに比べてみよう。うん、なんかね、これね、本物のねカニみたいにね、ここが痛いの。あの、なんかハサミが、そう、ハサミ色が全然違います。アイスクリーム。じゃあ次行きます。次はこちらです。行きます。え、中身外れちゃった。すごい、プニプニ。なんか本当にエビみたいだな、これ感じた、うん、エビみたい。超プニプニです。食べたいよ。え、茶色のカニとかあったっけ？ないんじゃない？ないよね、焦げてるカニ。あ、こっちもプニプニです。色はあんまり変わりません。そしてなんとこちら、カニの体、体、カニ殻、殻です。この中には何が入ってると思いますか？さっきの白いプニプニのやつ。あ、え、カニのさ、体の中って何が入ってるっけ？え、味噌です。味噌って入ってるものに、うん、入ってるっけ？食べたことない。超プニプニで、なんか弾力があるっていうかね。さっきのと違う？なんか全然違う。全然、こっちはちょっと硬くて、こっち柔らかいのに、こっちの方が弾力があるみたいな。なんか気持ちいい。本当の味噌のあたりみたい。ずっと座ってる。そう、ずっと座ってる。なんかね、納豆みたい。見てください、ネバネバする。確かに気持ちいい。今回はむけちゃうプニッとカニ BC を紹介しました。もしもし、って、それカニやん。